初めの一歩を応援する音楽サービス専門店、平瀬楽器の平瀬智樹です。おはようございます。Facebook で私と個人的につながっていただいている方はよく見ていただいていると思うんですけども、最近、ピアノを触っている写真をね、結構上げてたんですね。それはなぜかと言いますと、はい、こちら、中古ピアノのフェアをですね、11月の28、29、30とこの3日間、することになりまして、それの準備を、ずっとここ、まあ、2、3週間ですね、やってたわけです。で、こちらがその会場でして、ほぼピアノも、搬入完了いたしました。こそこそまだちょっと触らないといけないところあるんですけれども、まあ、ほぼほぼ完了したかなというところですので、今日は、その中古ピアノフェアに出すピアノを、ざっと紹介したいなと思います。ですね、出品するピアノは合計6台です。もしかしたらもう1台増えるかもしれないんですけども、一応6台のつもりをしています。今画面に映っているのが3台、一番奥にありますのが U1H という機種になります。でこちらが U3H になります。今回はですね、この U3H が、ね、非常に多いんです。実は1、2、あと向こうに3、4、同じ機種が4台あります。製造年月日もほぼ似たような感じですので、いろんな形のピアノを見ていただくのもいいと思うんですけども、同じ品番のピアノで、こんなにもタッチとかが違うのかなっていうのを見ていただくいい機会だなというふうに思っています。U3H、こちら U3H なんですけども、だいたい昭和48年から、昭和51、2年ぐらいまでに作られたピアノでして、ピアノが一番売れた時に製造されたものです。ですので、我々調律行っている時でもお客さんの名のうちにあるのがやっぱり U3H、U1H というのはすごく多いんですよね。この H の品番というのは多いです。当然ですけども、当時のピアノというのはいい木材使ってますし、大量生産しているとはいえ品質がすごく良かったんですよね。ですので、今でも中古市場でも非常に出回っているのがこの H という品番になります。その U3H が1、2、あと向こう後で見ていただきますけど2台、揃っています。全部で4台、それと奥にあります U1H になります。はい、残りの2台の U3H がこちらとこちら、ちょっとまだ手を入れているところですので、外の外装は取っちゃってるんでこんな感じですけども、当然、つけて、販売させていただきますのでご安心ください。一番手前に置いてますこの、ピアノが今回の、まあ、一番状態がいいのかなっていう、感じのピアノです。まあ、状態の良し悪しっていうのはね、触っていただいたら一番わかるかなと思うんですけれども、一応まあ修理させていただいた方の立場からして、まあこれが一番いいかなっていう感じは、しています。当然まあ値段でもね、若干は差がつくと思うんですけども、基本今回は同じ機種ですので、そう大きな差は、つけられないかなというふうに、思っています。そういう意味ではね、本当に弾き比べ、触り比べしていただくのに本当に、ぴったりの機会かなと思ってます。はい、でこちらが、6台中1台だけなんですけども、木目のピアノがあります。こちらの品番がですね、U10WNC という品番です。まあ、比較的他のピアノに比べると新しいピアノですね。こちら見えますかね、猫足になってまして、ちょっとおしゃれです。でこの蓋を閉めたここにもね、飾りが結構あってね、いい感じの木目です。艶消しのピアノなんでね、お手入れも結構楽ですし、木目のピアノをお探しの方には本当にぴったりなんじゃないでしょうか。まあ、若干ね、お値段も張ると思うんですけれども、いいピアノには間違いございません。はい、実はですね、前回夏頃に行いました中古ピアノのフェアの時の、残りの、商品ピアノですね、もう、実は今回含まれています。その時のピアノは一個一個動画撮ってますので、その時の動画見ていただければ出てくると思うんですけども、今回はですね、その、残ったやつを残ったまま出してるんじゃなくて、少なからずどれも何かちょっとずつ、手入れをしています。例えばこの鍵盤の前のところが、汚かったピアノに関しては全部張り替えをしました。鍵盤の上側が傷んでるやつは張り替えしてます。他にも調整とかね、整調とか、結構いろいろ手を入れていますので、前よりも状態は少し良くなってるんじゃないかなと思います。お値段は普段に売ってる時よりもやはりフェアですので、若干お買い得な値段にさせていただく予定ですし、今回はですね、ちょっと素敵なおまけも付けさせていただこうかなというふうに思っています。11月28、29、30の3日間、この平瀬楽器の藤原屋センターで中古ピアノミニフェアということでやっておりますので、
お近くの方はぜひ遊びに来ていただければと思います。私もできる限り店番しておりますので、ぜひ遊びにいらしてください。お待ちしています。平瀬楽器の動画チャンネルでは、音楽教師の情報、楽器のお手入れ、豆知識、セール情報、地域の情報などなど、情報満載で、いろんな動画を作ってお送りしております。本日の動画ちょっと面白いなと思っていただいた方は、ぜひぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。ホームページにもぜひ遊びに来てくださいね。よろしくお願いします。